今回ご紹介するのは、セイコーの手巻時計、ロードマーベル14057です。セイコーの高級腕時計として誕生したコレクション。外装、機械、ともに手の込んだ作りとなっており、その完成度の高さから、その後開発されるグランドセイコーの基礎ともなりました。本品は、食事 S マークに彫り込み文字の大変希少な最初期モデル。ムーブメントに初めて個体番号を刻印したモデルとしても知られています。文字盤はふっくらと丸みのあるアンティークダイヤ。希少な S マーク彫り込みロゴのディティールに多面カットされたインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。存在感抜群の雰囲気の良い風貌デザインです。14KGS ケースはわずかに存在する14型フォルム。裏蓋はスナップバックです。バンドは時計に似合う社外製ストラップを装着しています。流行に左右されない国産アンティークの魅力が詰まった一品です。ダイヤル、文字盤、軽い焼け、シミ程度です。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスは軽く経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。4時1ラグに深い傷が見られます。大きなへこみなどはありません。
球棒、軽いすれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感がありますが、すぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。付属品、社外箱、購入店保証書、2019年購入、セイコーヴィンテージビズロ、未使用、社外製ベルト、19mm 幅です。日差は24時間の実測で20秒程度に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 34mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 10mm、 風防含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。